お疲れ様スロットです。今日はこちらマジアチゴブリンドリルやってきます。さあゴブリンドリルがですね7月の15日に進化します。なので進化前にね最後一回触っておこうかなと思います。ちなみに進化映像はこちらですね。さあだいぶ強そうだいぶ強そうっすね。まあ、HP 減るごとに新しくね違う場所に入るよっていう性能ですね。まあ、今の映像から多分一回ね調整されて加工されてます。はい、何が加工されたか覚えてないんですけど、なんかドリル多分強すぎるんで加工するよみたいなの運営が言ってた気がします。はいはい、まあでもねでも強そう。はい、ちょっと楽しみですね。なんかまあメガナイトとかねバルキリーとかにはだいぶ弱そうには見えるんですけど、とはいえ結構ね環境も変わるんじゃないかなっていう。はい、ドリル増えそうね。まあメガナイトかな。メガナイトや、まあ、ダークプリンスとかが簡単なメタではあるか。よいしょ。まあ、あと普通にドリルポイズン打つだけ強そうぐらいか。うん、まあ流行るんじゃね別に今でそれ弱くないんでね。ここ最近なんかほどほどに強いカードばっか進化されてるんでね。さあどうなるのかなっていう楽しみなとこではあります。さあで今回の相手はブラッサーね。なんかブラッサー最近地味に当たりますね。まあダガーもいる。マジでちょうどいいぐらいじゃない。なんかデータで出てたんだよな。7割がプリンセスタワーで、まあ、1.5 割が、ダガーで、さらに 1.5 割がブラスターみたいな。だから結構プリンセスタワーの方が採用率は高いらしいんですけど、本当に同じぐらい。プリン、ダガー、ブラスターか。平等に当たっているぐらいには、いる気がしてますね。さあ、というわけで久々のマジアチャ言い抜き手が、まあさすがにケアされるんですよね。めっちゃケアされてるわめっちゃケアされてるけど、まあこのデッキはなんかウォールブレイカーとかがいないんで、スケゴブリンでね結構あの防衛、はい、ガチ勢みたいな。進化バルキリーだし防衛ガチ勢デッキなんで、もうマジアチャで居抜いて削っていきたいよな。正直無理やりトレネで、あ、こういうのっすね。あ、めっちゃいい進化テスラ来ちゃったわ。いやでもはみ出てるわ、ラッキーネチネチ削っていくか。相手フォグなんでね、施設プラストルネード相手突破難しいよって話なんでね。よいしょ。まあ本命はこっちみたいなのがあるよね。マジアチャいやでけえマジ狂ったように強いかなこいつ。よし正直ほぼマジアチャで削るようなぐらいの感覚です。さすがにキング起動が強くて一発も入らないよと。でマジアチャプラストルネでねネチネチ削っていきたいね。なんかユニット、おっユニット来ねえか、来ねえか。マジでなんか何でもさ、こんなのでユニット出させて端前無理やりぐらいでも正直いい。いやー相性良すぎるかもしんねえな。トレになるんだね俺。なんかたまたまはみ出たらねケア、あー偉い偉いが気持ち程度連盟してブラスターなんでこのスケもきつそうね。いやマジで一発でこれあの、あ無理やりね、トレーナーでゴーストとかダックプリとか、まあ、ドリルに強いキャラをね剥がすってプランもありではあったんですけど、これ進化バルキリーちょっとおもろかったりしないかな。進化バルキリーでどんぐらいフグライダー止まるんやろ。いいね。え、あ、え、進化バルキリーも
ここ最近ね、ちょっと壊れてるんじゃないかなって思ってます。あ、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 えい、気持ちいいね。増殖もありますというね。まあ、あの、陸カッチカチなんで、おー、リー、あの、なんだっけ、何音したっけ。あ、そう、ラバはね、めっちゃきついね。なんかまあきついどころじゃないか、もうほぼ捨ててるぐらいにはなっちゃうんですけど、まあでもそれ以外にはね、マジ強い。最近流行ってる、まあそれこそ、まあ、ゴブリンバレルだとか新鋭隊とかね、まあ、ゴブジャイプリンスとか、まあ基本的に陸系にはね、はい、だいぶ強いね。そしてホグね、ホグはマジでかも。ボムでも守れるし、まあトルネでも守れるんで、基本的にホグライダーが刺さることはないですね。あのホグライダーの周りで事故が起きなければ、はい。であとはまあドリル飛ばして、まあジャチラ端前抜いてちまちま稼げばいいかなっていう。まあ今回のマックス時はまあ端前プリンぐらいかな。まああとはなんだろうね、ミニペのホグって結構フリーズが入ってるイメージがありますね。まあロキの可能性も一応あるか、ライトニングとかクエイクとか。あー、やだね。まあ一応フリーズをケアしないといけないですね。あとガゴか、ザップ。いやマジホグフリで昔こんなデッキあったんだよな。まあ飛ばして、いやこのマジオチいらんかったな、もっと低めでよかったな。おー、ゴブリン。いやゴブかゴホグ、え、なんかアイスゴーレムとか言ったけどな昔は。さあホグフリね。いやこれマジでフリーズが怖い。オッケーオッケー。いやマジでね、俺のダメージ入るの端前プリンぐらいなんだよな、やめて。えっ、来ない。マジプリンセス持たれてるだけでね、無駄にコスト使っちゃうの嫌すぎる。いや来んのかこれ、来ないんですね一応ね。あー後ろか、えら。嫌すぎるわその戦い方。攻め打ったまで行った方が良かったけど、あー血オグね、残りはしない。いや次のホグには一応フリーズやりたいんですけど、相手もそれを知ってなんかあれだね、いっぱいつけていきそうだね。おとなしくドリルにしちゃおう。ふふ。いやマジ来そう、怖っ。やべ、うっ、やっぱりねフリーズでしたね、怖え。いやでも何か分かっちゃったんで、こうなればねフリーズだと相手削れないしな、こうなればもう勝ちじゃない。ザップ削り来てるわ。あーでゴブリン裂いたらドリルの受けちょっときつね。進化バレルで、進化バルキリーか、あやばい、進化バルキリーにフリーズ打たれるみたいな、ちょっとビビっちゃったわ。うーん、いやーいいフリーズが来んのか、めっちゃ来そう、怖っ。なんか負けそうだな、ホグよ。ホグにはねさすがに負けないと思うんですけど、なんか左の方が削れてんだよな、俺こんなに右攻めてんのに。いやフリーズ厄介だな。いやザップ削りされてんね。一回これ落ち着くか、冷静に、なんかこう守りからいけば大丈夫ではあるんだよね。そうここです、ボム置いとけばね突破できない。でウッドまで打ちます。でもガゴだけちょっと痛いけど、ガゴフリーズとかやめて。あのぶっ刺さってるわ。オッケー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 、おーい、さすがにね攻めウッドいつ打てんのって感じはありましたけど、
まあ、冷静にね。まあホグは当たるだけ美味しいっすね、正直。さあブラスタースケでちょっかいかけちゃおう。ザップ、まあスパーキーとかかな。アンパイはペッカもあるか。なんかペッキ最近ブラスターなんだよな、流行り。まあようわからんが、イヌックは。あー、しょっぱホバリングしょっぱすぎん。ホバにタギットし、いやーでかい。いやラバルや、まあ、一番引いちゃいけないやつではある。え、待って、やばい、ミスってる。いやーでも許される。ラバルまず、ラバルやばいな。いや、ワンチャンラバがいないみたいな奇跡あるかな。え、ホバスケドラないんやけど、そんなことあるっていう。だいぶしょっぱいのを引いてはいるが、攻めなきゃ勝てない。まあ攻めても勝てないんですけどね。もうこれ後ろにホバリングかスケドラつけられて、オーマイガーですよこれやばすぎんな。マジグロい。エイムも悪い。まあでもヤナムザップをちょっと待ったがみたいな。いやー、まあどうやって勝つんや。いやでもヤナムザップっていうのがワンチャン勝てるか。ここはね、まあめちゃくちゃ苦しいんですけど、行かないのも苦しいんでね。いやー、バルーン飛ばしてくんだね。このスケドラのあまりがね、しょっぱいよね。許せ、痛い。お前しょっぱすぎる。いやザップグロい。ポパもスケドラもきつい。どうなってんだこれ。わい、もう一回だけ耐えれるぞ。うわー、なんかちょっと見えそうだよ。何がやな、お前相性見ろ、これいいワンチャンありそうみたいなね。まあラバー当たったら、はい、今みたいに気合で頑張ってください。可能性がないことはないんですよね。そう、0100ではないんですけど、まあほぼ0100みたいなとこあります。なんかラバがきついんじゃなくて、バルーンがきついんじゃなくて、光栄がきつい。スケドラとかホバとかインドラとかね、なんかそういうのがきついイメージあります。さあホグ、ホグやん、ホグ多いな、美味しいな。マイティオグね。まあでもね、オールブレイカないんで削り要素ちょっと薄いんでね。一応負け筋としてはクエイク削りですけど、もうここでアホ削っちゃいます。よし壊れすぎんだろマジアちゃん。気持ちいい。でボマりますっていうね。さあホグはマジで相性良すぎて困るぐらいだな。まあ一応その負け筋も存在しますね。はい、ラバがこのドリルに負けるぐらいな、薄いけどね。なんかそのね、こっちも削れるのが言ったらドリルしかないんで削れないんですよ。で相手も言ったらホグは削れないじゃないですか、俺に刺さらない。だからお互い削れないっていう部分では条件一緒で、
まあ、何で勝敗ね変わるかって言われると、まあ、このロケ砲の拡散ダメが入るだとか、またクエイクで削れるとか、マジックアーチャーが刺さるとこなんで、俺はマジアーチャーでちゃんと射抜かないと勝てないっすね、逆に言うと。で、相手はまあクエイクでね、ちゃんとこのキングまで巻き込んでんの偉いな。うん、キングを削るかどうかみたいなね、これも雑でいいっすね。マイティ咲いたんでテスラとか咲かして、え、これまずいね。進化スケドリームっていうのが一応クラロアにありまして、まあ負け筋マジでこのクエイクだな。キングがね最終マジでまずいことになる。でこれ許容するわ。そのキングにトレネで毎回するとそのキングがいかれちゃうんだね俺。なんか、まあキング含めたクエイク削りがね怖いぐらいね。お互い削れしょぼすぎておもろいな。マジ削んねえ試合してる。これ進化バルキリーでかいよな。進化バルキリー強くね、定期的に。さあ、まあでも確実に削れるのはね、よいしょ、このドリルウッド、いやでかい、はみ出る。まあクエイクでまたキングも一緒に削って、やばい、このロケコがキングに入るのがよろしくなかったりする。横のプリンセスタワーが削れるのに関しては別にそんな嫌じゃねえかもな。いやーデモだろうな。さすがに相性がいい。このホークもあんまね、キング殴らしたくない。マジ負け筋キングが落ちることなのやばすぎる。結構あるかんな、しかもそれ、まあ、ウッドで剥がして無理やり稼ぎたいダメージ、うまいそれ。いやーどうもいいわ。さすがに気づいたドリルが入ってるわ。え、バルキリー優秀すぎんな。まだチャンピオンサイクルね、これさっきからちょっと怪しいのが、まあこれロケコ全部、うわ気持ちいいコントロール。さあ、まあさすがに相性というものがね、俺がラバに勝てないように僕はねトルネーしてきついんだよね。まあどんな絶望相性もねワンチャンあるって話ですよね。さあここ強、まあロケ削りが、お、ロケ削りが渋いぐらいか。まあでもこれはいい匂いがすんな。8万プリンマイティ、いやバレルとウォールブレイカー入ってるんで、まあ、ウトロ系の枯渇かな。親衛隊とかもあるっすね。多分呪文がヘッポコなんだよな、この相手のデッキ。なんで、強っ。あー、テスラもあんのか。LSP。ウッド。あー、多分呪文がね、ウッドだけなんじゃないかなって思ってます。はい。ロケが、ワンチャンなければいいな。元気して、おもろいやつ来たな。8枚プリンぐらいか、だるいのは。てかワンチャンプリンがいない。まあロケットあったら撃ってくるよねのケツバルキリーで運試し。いやなさそうだよな。
ロケンを割って、はいはい、ロケンはちなみにドリルの着地ダメでウッドで剥げます。さよなら。まあ無理やりね、これ抜けんのか、角度、あー割り角度割り、あー一発前にねえわ。さあまあでもウォールブレーカーはボムでしばきながらの、まあバレルは最後取るね、アンパイウッド簡単に守れるんで、まあロケ砲ぐらいか、端前ロケット手をケアすればだいぶいい話になりそう。トルネで引っこ抜いちゃおうかな。はい、バルキリーのさ、いいねバルキリー姉さん。あーそれ良すぎん、キングいいね、相性良さそう。まあトルネもあるよと、それやばい、キング一発、え負けんのか俺これなんだろ、ホグより相性いいんじゃないかと思っているが、冷静にこっちにするわ。サイクルサイド、うん、このマジガチャがね相手視点だいぶ絶望だと思うんで、まあ攻めウッドをしたい気持ちもあるんですけどね、あー強すぎんなそれ。さあまあ少しずつね、一生マジ打ち左下に出してやる、これ徹底っすね。まあこれにボムでも置いとくか、ウッドを攻めで使いたいなーと思いながら、縦の戦士がいたのか、ちゃんとるね、ぶち抜き大会もある。ホールブレーカーからのウッドか、あーいろ、まあでもドリルのなんか着地の弱からのダメージがさっきからコツコツ入ってます。えマジで入らんのかいそれ。あー強っロケット押し強くね。まあでもあなたはマジアチャに泣く時が来たよと。あーテスラ強すぎ噛み合ってんな。いや入るー、マジアチャマジアチャ俺の目が悪すぎるわかんねえ、どこに飛んできてるかゴブリンバレル。ウッドちゃんと打ってくるね。まあ、トレネで削ってますもん、あの考えるのめんどくなったな考えるのはやめた。あぶねほぼ負けてるわ。危ねえ危ねえ、いや絶対一緒いな、マジアチャ無双だったんだね。ロケットあったらちょっとロケ削りが怖いんですけども、おおなんかあんなにゴブリンスタンプ使ってなかったっけ、ああ使ってくんねこのデッキ使ってるとでもオールブレイカー欲しくなるな、スケゴブリンなんだよね。なんかどっちかオールブレイカーでもいいやんともなるんですけど、なんか最近使われてんのはこれなんですよね。まあ結構火力がね全体的に上がっちゃったんで、まあゴブジャイプリンスとかああいうのがねやっぱ止まんないよね普通に防衛硬くないと。まあそういう理由もあってね、いやーこれエリゴレじゃね、なんかこの前当たったんだよな、スケキンババのファイボやなメリゴレみたいな、やなめ、おおーだいぶかわいそうな手札だったんだな。いやエリゴレだろうなーっていう顔はされてます。はい、まあでもエリゴレとかをしばくためのボムバルキリーなんでね。さあ来た、さよならしようじゃないの。
ボムを置いてバルキリー回したいな俺。トルネウッドゴブリンとかで止まんねえかな。いやあの一匹のゴムリ優秀すぎん。まあまあジャチャが残ったら幸せだったんですけどね。まあババか怖えなこれ。なんかエリゴレってマジで怖えな。どうなるか分かんねえもんなこれ。ちょっとなんか癖のあるエリゴレだしな。まあボムタワーをいっぱい置こうやって話だよな。でファイボーがある、打ってらっしゃい。もう突破できないよな普通に。いやボムタワーでよかった。テスラだったらマジで怖いな。ボム1個じゃ足んねえよ。しかもいやちょっと左が削られてきたの嫌だな。でもえよし、てか柳目リーチでエゴレ飛ぶわ。でもエリゴレじゃねえあれ。最強進化バルキリー、これでコウモリが溶けるようになったのつねえな。いやでもこれまずいな、ドリルが刺さんねえ全然。気づいたんですけど、ドリルが刺さんねえことに気づいたぞ。怖すぎ。なんか怪しくなってきたよね雲行きが。だいぶなんかいいファイブ落ちたそうだな相手。呪文削りされてんのまずいな俺。そろそろ攻めの時間ですかね私の。いやーこのマジアチャ入んの、あ、あ、え、すべてが、気持ちいいね。いやマジボムバルキリー最高すぎんな。エリゴレも結構多いんだね今。ぶっ刺さってるわ。エリゴレだけは絶対に許しません。使うけど。あーゴーストね。まあペッカーじゃない。まあ環境最強クラスのロイジャイの可能性もあるね。いやーめっちゃロイジャイや。マジロイジャイ強すぎるんだよな最近。ロイジャイを下方してほしい。ロイジャイの周りも強いんですけど、明らかにロイジャイが強いんでね。マジやばすぎる普通に。次進化ロイね。これ近畿できないの。でかっ。いやマジでロイ止めれるかな。止めれたら勝てるんですけど普通に守れない可能性がある。だいぶ控えめに行きます。エレスピどうなってんだい。いやーマジきついね。相手多分ファイボかな。一応ボイドもあるんですけど基本はファイボか。
いやーゴーストもねちょっと強すぎるんだね。これファイブ打たれていいっす。逆に打ってくださいっていう。マジ壊れ以外のなんて言うんですか今の進化バルキリーで止まんないのかロイジャイって。そうなのかな、止まるイメージあったけど止まんなかったな今。やべ、もう一周来る。でかっ。え、熱い。え、やっぱ進化バルキリー強いよね。でかっ。耐えたぞ。いやゴースト一生手札持ってるやん、好きすぎんゴーストのこと。マジでお前どんな歩き方してんの。今のやばいな、うーんマジきつい。えろ、いやロイジャイ強すぎん。強すぎん。いやこれ勝てそうになかったな、なんか攻めカード欲しくなっちゃうな。てかバルキリーでさロイジャイを守れなかったあの疑惑、あれなんだ、突っかかってたかな、この辺に引っかかってた説あるよな。なんかたまにバルキリー、たまにどころじゃねえか。守れるよなと思いながら進化バルキリー出すと、なんかラムライダーとかも走るの速くてスッて抜けたり、まあ、さっきみたいにね全然意味ないみたいなこともあるんで、あんま信用しない方がいい。進化バルキリー強いんですけどね、決まるとめちゃめちゃ強いんですけど結構サボります。ウィングスだ、エリゴレじゃね。来たー、こんにちは。エリゴレには制裁を。まあ元プロもエリゴレを使ってしまうというね、そういうことですよね。強いんだよね、わかるよその気持ち。どう考えてもウッド左か、スケキンも多分いるんでね。これエリゴレにバルキリー使いたいけど先に出しちゃいます。あれ進化ミス、あれ結構インチキだよな。進化ミスアートめっちゃ強いんだよな。いけ、傷つけろ、でかい。え、なんか今たまたま食らったくね。かわいそうすぎる。さあ来たよ、最強進化バルキリー出番です。いやマジまずい。
手札暇すぎる。さすがに、いやこれボイド打たれんな。いや増殖で、いやいいよ。よく頑張った。ビビってバルキリー出しちゃった。いやーでも守れるもんな、どう考えても。まあ負け筋はだからゴブリンドリルを飛ばすことかな。スケキンでさ美味しく回収されてそのままカウンター来ちゃうんで、なんかあんまいらないよね。マックスしすぎるこの炎のおじさん。クララワ界のマリオマジ最強なんだよ。これまずいね、なんか見た感じ。守れそうになくね、これ守れる俺。反撃ののろしを上げよう、行くぜ。これが気持ちいいだろ、おい。うれ。え、解けんの早。卒業。ちょ、マジ。まずすぎる。真空サードってなんでこんなにいかれてんだ、おい。スケキンどうせ手前だろ。ほら。やべ。なんでこんなに読まれてんだ。まず。攻めちゃう、バカだから。いやモムタワー最強モムタワー系だったか、やっぱ。いやーでドリルはねほぼ角で削れるもんな。いやーバルキリーもナイスだな。怖っ、え、怖っ。怖ーエリゴレマジこんな相性よくてなんかワンチャン巻きそうなのやばすぎんだろ。怖いね進化ウィザード処理ちょっとだるいし。ナイスというわけで、マジンアッチャードリルですね。はい、まあ、ドリルもうすぐ進化するんで、まあ、進化後もね、はい、すぐ動画上げようと思いますんで、そちらもね皆さん楽しみにしてください。よければちゃんと動画もお願いします。お疲れ様でした。